は2024年令和6年ボーイズリーグ第55回日本少年野球選手権大会滋賀県支部予選大津瀬田ボーイズ対滋賀安ボーイズの試合です。それではどうぞ。お待たせいたしました。滋賀安ボーイズ対大津瀬田ボーイズの試合、まもなく開始でございます。まず守ります大津瀬田ボーイズのピッチャーは木村君、キャッチャー大西君、ファースト小西君、セカンド中川君、サード鮎川君、ショート日置君、レフト和田君、センター大久保君、ライト吉村君。なおこの試合の審判は球審富江、塁審は一塁薬師陣、二塁林、三塁中原、以上の4種でございます。1回の表、滋賀安ボーイズの攻撃は1番センター竹友宗志君、センター竹友君、背番号8。2番ショート山口裕貴君、ショート山口君、背番号6。
ライト馬場雄星君、ライト馬場君、背番号9。4番サード杉森大輝くん、サード杉森くん、背番号5。5番ファースト西川光大君、ファースト西川君、背番号3。
回の表、滋賀ロスボーイズの得点は1点です。この回の木村投手の投球数は16球です。守ります滋賀ロスボーイズのピッチャーは西崎君、キャッチャー伊藤君、ファースト西川君、セカンド島田君、サード杉森君、ショート山口君、レフト後藤君、センター竹友君、ライト馬場君。なおこの試合の開始時刻は12時12分です。セタボーイズの攻撃は1番ライト吉村智樹君、ライト吉村君、背番号9、2番レフト門田優君、レフト門田君、背番号7。3番ファースト小西丈太郎君、ファースト小西君、背番号3。
4番ピッチャー木村俊斗君、ピッチャー木村君、背番号8。この回の西崎投手の投球数は15球です。2回の表、滋賀ヤスボーイズの攻撃は6番レフト後藤優斗くん、レフト後藤くん、背番号7。
7番キャッチャー伊藤文君、キャッチャー伊藤君、背番号2。1番ピッチャー西崎ドン君、ピッチャー西崎君、背番号1。島田海星君、セカンド島田君、背番号4。
2回の表、滋賀野手ボーイズの得点はありません。この回の木村投手の投球数は22球、合計38球です。2回の裏、大津瀬田ボーイズの攻撃は5番サード有川翔一君、サード有川君、5番の横。6番セカンド中川海進くん、セカンド中川くん、背番号4。の投球数は5球、合計20球です。3回の表、滋賀野手ボーイズの攻撃は1番センター竹友君、
京都山口くん。3番ライト馬場くん。4番サード藤森くん。滋賀ヤスボーイズの得点はありません。この回の木村投手の投球数は11球、合計49球です。3回裏、大津瀬田ボーイズの攻撃は8番センター大久保健信君、センター大久保君背番号16。
番ライト西村君。ヘタボーイズの得点はありません。この回の西崎投手の投球数は12球、合計32球です。4回の表、滋賀ヤスボーイズの攻撃は5番ファースト西川君。6番レフト後藤君。
7番キャッチャー伊藤君。西崎君。セタボーイズ選手の交代並びにシートの変更をお知らせいたします。センターの大久保君に代わりまして加納明虎君がピッチャーに、ピッチャーの木村君がセンターに入ります。4番センター木村君、8番ピッチャー加納君、背番号1以上に変わります。
9番セカンド島田くん。竹友くん。4回の表、滋賀Sボーイズの得点は2点です。この回の木村投手の投球数は11球、合計61球です。加納投手の投球数は10球です。¡Gracias!
4回の裏大津セタボーイズの攻撃は2番レフト金田君。4番センター木村君。ありません。審判員の方にお知らせいたします。インターバルの準備が整いました。一塁側にお集まりください。時間は5分間です。この回の西崎投手の投球数は12球、合計44球です。
5回の表滋賀ヤスボーイズの攻撃は2番ショート山口くん。馬場くん。4番サード杉森くん。
6番レフト後藤くん。7番キャッチャー伊藤くん。
大津瀬田ボーイズ選手の交代並びにシートの変更をお知らせいたします。レフトの角田君に代わりまして、ポラ口風太君がピッチャー、ピッチャーの加納君がセンター、センターの木村君がレフトに入ります。2番ピッチャー、ホラムチ、フータ君、背番号10。4番、レッド、木村君。8番、センター、加納君。以上に変わります。じゃあ、木崎竹友くん。
3番ライト馬場くん。5回の表、滋賀ヤスボーイズの得点は7点です。この回の加納投手の投球数は17球、合計27球です。寺橋投手の投球数は12球です。5回の裏、大津瀬田ボーイズの攻撃は5番サード鮎川くん。6番セカンド中川くん。ヤスボーイズ選手の交代をお知らせいたします。ピッチャーの西崎くんに代わりまして、中村大介くん、が入ります。8番ピッチャー中村くん、背番号10。
7番キャッチャー大西くん。センター加納くん背番号1。瀬田ボーイズの得点はありません。規定によりまして、5回コールドゲームとさせていただきます。10対0をもちまして、滋賀ヤスボーイズが勝ちました。この回の西崎投手の投球数は3球、合計47球です。この回の中村投手の投球数は10球です。